日本の国旗、日本の国旗、日本の国旗日本の国旗は、法律上は日照旗と呼ばれ、日本では古くからまた今日でも一般的に日の丸と呼ばれる旗である。1999年、平成11年に交付、施行された国旗及び国家に関する法律、国旗国家法の規定によれば、旗の形は縦が横の3分の2の長方形。 日照の直径は縦の5分の3で、中心は旗の中心。色字は白色。日照は黄色とされている。上下左右対称である。日照と極光を異常化した旗については、朝日旗を参照。日本人の古代信仰として、古神道に分類される原始宗教では、自然崇拝、精霊崇拝を内包しており、特に濃厚や漁道において、 太陽を信仰の対象としてきた。高祖神、アマテラス大神は太陽神である。弥生時代から古墳時代、大和時代にかけて再起として使われた内向家紋経の模様は太陽の輝きをかたどったものと言われ、三種の神器の一つや高神をこの鏡とする説もある。初代神武天皇は統制の時に生駒山で敗北するが、私は日の神の子孫として、 火に向かって、東に向かって、戦うのは良くない。火を背にして、西に向かって戦おう、と言って熊野、または、伊勢に迂回して、近畿地方の征服を成し遂げた。第十大崇神天皇は、宮廷内に祀られていた、天照大臣を、宮廷外で祀るようになり、第十一大水人天皇の時に、初代西宮、山和姫命によって、伊勢に鎮座した。伊勢神宮の祭祀は、 未婚の内心王を、天照大臣の三枝代、三枝城、神の意を受ける寄城として、採用を立てるようになった。第三十三代、水古天皇の時に、聖徳大使が、隋の皇帝、領代へ、日出書天使、で始まる国書を送っている。また、飛鳥時代末期に国語を、日本、日の本と命名したところからも、太陽、日の出を意識しており、 日が昇るという現象を重視していたことが伺える。第四十代天武天皇は人心の乱の時に伊勢神宮を持ち配した。これが勝利に結びついたと考えられ、在位中に伊勢神宮の戦宮を制度化し、第四十一代児統天皇の時に第一回目の式年戦宮が行われた。日本の国家統治と太陽の結びつきはますます強くなった。 この太陽をかたどった旗を用いるようになったのは、645年、大化元年の木の富の変異後、天皇による神聖が確立された頃からと考えられる。文献としては、797年、延暦16年の俗日本記の中にある、文武天皇の701年、大宝元年の長賀の儀に関する記述において、正月元旦に、 儀式会場の飾り付けに日造の旗を掲げたとあり、これが日の丸の原型で最も古いものと言われているが、白地に赤丸ではなかったと見られている。世界中で歴史的に太陽が赤で描かれることは少なく、太陽は黄色、または金色、それに対して月は白色、または銀色で表すのが一般的である。 日本でも古代から赤い深淵で太陽を表すことは一般的ではなかったと思われる。例えば、高松塚古墳、キトラ古墳には東西の壁に秘蔵、月像が描かれているが、共に秘蔵は金、月像は銀の深淵で表されている。第四十二代文武天皇の即位以来、宮中の重要儀式では三足カラスをかたどった銅ガラス銅に実月を象徴する。 日蔵堂と活蔵堂を伴って飾っていたことが知られる神宮文庫の文安五足位丁度の図文安元年記録の写本からはこの日蔵堂が丸い混同の地に赤くカラスを描いたものであったことが確認されている。また世俗的にも平家物語などの記述などからも平安時代末期の頃までの日輪の表現は通常赤字に金丸であったと考えられている。 赤い深淵で太陽を表現する例としては、古くは中国史上の漢時代の白画にある蒸気の日像堂と同様、内側に黒いカラスを配するもの。日本では法流寺の玉虫寿司背面の趣味山図に赤い深淵の秘蔵が確認できる。これは平安時代の密教図像などにも見出される表現であり、大陸から仏教と共にもたらされた衣装であろうと推測れる。 日本で白地赤丸が日照旗として用いるようになった経緯は諸説あり正確には不明である。一説には原平合戦、自称、樹影の乱の結果が影響していると言われている。平安時代まで朝廷の象徴である二色のお旗は赤字に金の日輪、銀の月輪が描いてある。平安時代末期に兵士は自ら官軍を名乗りお旗の色である赤旗を使用し、 それに対抗する源氏は白旗を掲げて、源平合戦を繰り広げた。古代から国家統治と太陽は密接な関係であることから、日輪は天下統一の象徴であり、兵士はお旗にちなんで赤字、金丸を、源氏は白字赤丸を使用した。兵士が滅亡し、源氏によって武家政権ができると、代々の将軍は源氏の末裔を名乗り、白字赤丸の日の丸が、 天下統一を成し遂げた者の,の象徴として受け継がれて、いったと言われる。なお、日本では、紅白がめでたい配色とされてきた。一説には、民族学的に晴れ時の感覚、晴れ、イコール赤、ケイコール白にあるとする説や、これも、源平合戦に由来するとする説などがある。現存最古の日照旗としては、山梨県甲州市の列石山雲峰寺所像のものが、知られている。 これは天領四年、1056年に、五霊勢天皇より、源のより近い歌死されたという伝承があり、お旗、三旗と呼ばれて、大吉蔵男の白木三郎義光から、義光の系譜に連なる会源氏宗家の会、武田家に代々伝えられて家宝とされてきた。会の国史では、長さ六尺四符とあるが、現在は、約一、四が欠損している。 この伝承が事実であれば、遅くとも11世紀半ばには、白地赤丸の日の丸が存在していたことになる。真偽のほどは不明ではあるが、中世前半に遡る異例として貴重であろう。また同じく中世の日正期とされるものとしては、奈良県五条市の堀家に伝わる五代五天皇家子のものが知られる。江戸時代には、白地に赤丸は、衣装の一つとして普及していた。 江戸時代の絵巻物などにはしばしば白地に赤丸の扇が見られるようになっており、特に仮の葉なども赤い丸で曲実の表現を多用するようになり、江戸時代の後半には縁起物の定番として認識されるに至っていた。徳川幕府は紅葉器として使用し、家康ゆかりの熱海の湯を江戸城まで運ばせる際に日の丸を立てて運ぶなどした。そこから、 熱海よりとコヒの丸立てて五本丸へとお湯が行くという歌が生まれりした。近世における戦記関連の資料としては、関永1624から1644年に描かれた江戸図屏風の幕府戦団の上りがある。戦団中央には日本岸を改造し解明した大竜丸などが描かれており、日の丸の上り降りつている。また、1635年、 寛永12年に江戸幕府が建造した史上最大の畑船、天下丸、通称畑丸で日の丸の上りが使用されているのが知られている。東京国立博物館が所蔵する三船図江戸時代19世紀作にも畑丸が描かれており、船尾に複数の日の丸の上りが描かれている。江戸幕府の所持船の船印として一般には徳川氏の家紋丸に 三つ葉青葉を用いたが、将軍家の所持船には日の丸を用いることもあった。また、1673年、漢文13年に、江戸幕府が一般の海船と、天領からの年具米、五条米を輸送する、お城米海船を区別するために、白米海藻令状を発布した際、その中で、五条米船印の儀、布にてなりとも、木綿にてなりとも、白市販に大なる、 種の丸をつけ、その脇に、面々名字名瀬を書きつけ、出船より、江戸期まで建て置き総老様、これを申し付けられるべくこうと、五条前回船の船印として、種の丸の上りを形容するように指示し、幕末まで続いた。十八世紀末から十九世紀にかけて、ロシア帝国の南下政策を警戒した幕府が、江戸地点領下、北方警備等のため派遣した御用船、御要線。 小船、軍船なども日の丸を記した旗や帆を使用していた。国旗としての日の丸は、幕末に船舶用の国籍標識、相船な印として導入され、その後に船舶用に限らず国籍を示す旗として一般化した。幕末における船舶用としての制定経緯としては、次の二つの説がある。歴史学者の松本健一や、 国文学者のテルオカヤスタカなど、複数の学者の唱える、この説が定説とされている。1854年、海英7年3月の日米和親条約調印を、日本船を、外国船と区別するための標識が必要となり、日本国共通の船舶機、日本総船印を制定する必要が生じた。幕臣たちは当初、大中黒、徳川氏の先祖である日田氏の旗。 白地に黒の横一文字を日本総府な字樹詩に考えていたが、薩摩藩主、島津成明、幕府解剖参与、徳川成明の進言によって、日の丸の上りを用いることになり、1854年8月2日、嘉永7年7月9日、老中、安倍正宏により布告された。島津成明は、老中主座の安倍正宏に、日の丸を、 日本国総府名印に用いるべきだという憲白書を提出するにあたって、水戸藩の徳川成明、宇和島藩の伊達宗成、佐賀藩の鍋島乾燥といった有力大名たちにも同意を得ていた。しかし反対意見も少なくなかった。特に支給派の幕府体制にこだわる人々には、日本国という意識が乏しく、総府名印は徳川の 中黒を用いれば良いではないかとする意見も少なくなかった。しかし解明的な藩主たちの後押しを得て、日の丸が日本国の総船印に定められたのである。1854年8月4日、嘉永7年7月11日、日の丸を日本国総船印に定めるとする二つには次のように書かれている。島津成明は、 鹿児島城内から見た桜島から昇る太陽を美しく思い、これを国旗にしようと歌詞に行ったと言われている。また、薩摩藩から洋式軍艦、昌平丸を幕府へ献上するため、1855年1月、安政2年2月江戸へ開港された際、日の丸が戦備部に掲揚された。これが日の丸を日本の戦旗として掲揚した第1号とされる。 海事史学者の石井賢治は、成明提小説を取り上げつつも、日の丸が江戸幕府の御用戦記に用いられた事実から、日の丸が日本船の船印に提唱されたのは自然のこととしている。海事学者の足立博之は、上記の説を俗説に過ぎないとしている。水戸藩資料等の幕閣や成明の書簡、使用帳といった当時の資料から、 アダチが考察した日の丸制定の経緯は次のようになる。1853年7月8日、海永6年6月3日の黒船来航は、これまで定調であった大船建造の金廃止による西洋船建造を推進させた。この際に問題とされたのが外国船との識別方法で、同年9月初旬、同年8月に従前より白地中黒、白地に、 黒の横一文字を、幕府線の船印にした浦賀奉行が、青い春丸、下田丸の大船、後の法王丸へ、白地中黒とは別に日の丸を掲げることを機構に、検討しており、日の丸を、日本線の船印にすることを機としている。1853年10月6日、加映6年9月4日に老中が、浦賀奉行作成の法王丸の図面を表情書一座、勘定奉行。 大目付、目付に渡し、総船印に日の丸を採用することを諮問している。これに対して表情書一座や、大目付、目付は、白地中黒を、総船印、日の丸は、幕府船の船印にすることを、また勘定奉行は、総船印に、白地中黒の穂印、幕府船に、白黒の吹き缶を提案した。彼らが日の丸を孵化とした理由は、五条米船や銀、 道を運搬する、幕府御用船に日の丸を200年近く伝統的に用いたこと、日の丸の暮れないが退職しやすいことを挙げている。その後、外交問題処理が優先され表記は中断したが、法皇丸が1854年6月6日、加盟7年5月10日に竣工し、幕府は、総船な印の決定を迫られた。幕府は、勘定奉行、勘定吟味役、 目付からなる大船製造係に、昨年9月の表記案を審議させ、総船印を白黒の吹き缶、穂印を白地中黒、幕府船を日の丸のぼりとの答申を得た。1854年6月29日、嘉永7年6月5日に、老中主座、安倍正宏が、幕府解剖参与、徳川成明へ、この答申を諮問したところ、成明は、白地中黒は、 徳川氏の先祖である新田氏の印で、日の丸は国名である日本を示す印であり、逆にするべきと提言した。その後一ヶ月余りの間に成明と幕府の間で、折衝が行われた結果、成明の意見が入れられ、1854年8月2日、嘉永7年7月9日に、白地日の丸のぼりを日本総船印とすることが通達された。春行したばかりの、 法王丸には、日の丸の旗が掲げられ、白地中黒の穂が装備された。また、石井幸男は、足立説を踏襲しつつ、法王丸が、将平丸よりも早く、日の丸を掲げるため、公やの一部を省略したこと、浦賀奉行から提出された日の丸の試案が存在したことを取り上げている。1858年、安政五年、幕府めつけ、 岩瀬田成と下田奉行、井上清史は、日照旗を掲げて、神奈川沖に停泊中のポーハタン号に渡り、公明天皇の直居を得ないまま、日米修好通商条約に調印、署名した。翌1859年、安政6年、幕府は縦長の上り、正確には四半期から横長の旗に変えて、日照旗を奥に総評にするという触れ書きを出した。 日照旗は事実上、国旗としての地位を確立したのは、これが最初である。1860年、万円元年、日米修好通商条約の批准書交換のため、外国奉行に意味不善森政教を制使とする幕府、施設団が、アメリカ合衆国に派遣され、アメリカ軍艦法破単号と日照旗を掲げた、官林丸分場して、太平洋を横断した。節団は、 サンフランシスコに到着後、さらに陸路、カイを経由して首都ワシントン DC に到着し、当時のアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ブ・キャナンに越見して、批准の交換を終えた。その後、施設谷日行はニューヨークを訪問するが、日照期と成城期が掲げられたブロードウェイをパレードする模様が伝えられている。これが国旗として日本国外で初めて掲げられた。 日照旗とされる。こうして、日本国総船印は、国旗とほぼ同様な使い方をされることになり、次第に、国院、1863年、文久3年と呼び方が変わっていった。幕府海軍に続き、1862年、文久2年に創設された、幕府陸軍も軍旗に日の丸を採用したことが、2年後の、 第二次長州征伐頃の幕府陸軍を描いた八百六十四年十月八日付の英週刊新聞イラストレーテドロンドンニュースの差し絵より伺える以降も幕府陸軍は日の丸を軍旗として使用していた母親戦争においては、蕎麦、伏見の戦いの二日目の慶応四年に1月四日に、薩長同盟に基づく薩摩藩と長州藩を中心とする軍勢が 朝廷から二式のお旗を授けられて、正式に官軍、天皇、皇室、朝廷の軍になったのに対し、それ以降の旧江戸幕府軍は、俗軍、朝敵となり、戦局に決定的な影響を与えた。旧幕府方の将棋隊、合津藩、白虎隊など、奥越列藩同盟の一部などは、自分たちの共通の旗として、上述の奥に総評たる、 日照旗を掲げて戦った。1870年2月27日、明治3年1月27日制定の明治3年大乗館布告第57号に奥に旗として規定され、常述の幕府による奥に総票を継承して日本戦の目印として採用された。規格は現行とは若干異なり、縦王比は7対10。日照は旗の中心から、 旗竿側に横の長さの100分の位置ずれた位置とされていた。この日を記念して国旗協会は国旗制定記念日を制定し国旗形容の日としている。日本陸軍において1870年6月13日明治3年5月15日制定の陸軍国気象南書記賞及び表武将幕上鎮の印をテーム 明治3年大上官布告第355号に、陸軍五国旗、陸軍五国旗として朝日旗がめられた。日本海軍については、1870年10月27日、明治3年10月3日制定の大上官布告、海軍五気象国気象並み初期をテーマ、明治3年大上官布告第五5 1号において、各種の気象の一つとして完備に形容する。 海軍ご国旗として、白根の紅ない日照が定められ、幕末から使用されていた日の丸が引き続き使用された。規格は現行と同じく、縦王比は2対3、日照は旗の中心とされていた。また、幕末には国院と呼ばれるようになっていた日の丸は、同府国の通り、国際法に基づいて国旗と呼ばれるようになった。以後、日照旗は、 国旗として扱われるようになったが、国旗としての法的な裏付けは、大乗官布告のままであり、法令として存在しなかった。1931年、昭和6年2月、第59回帝国議会において、全11条及び不足からなる、が衆議院議員、石原善三郎により提案され、同年3月26日衆議院本会議において、可決された。しかしながら、 貴族院送付後の3月28日、会期終了に伴う帝国議会閉会により、新議未了廃案となり、続く第60回帝国議会に再提出されたものの、衆議院改ざんにより、再度廃案となり、結局成立しなかった。1936年、昭和11年のベルリンオリンピックにおいては、大日本帝国外地の朝鮮出身の孫規定が、 日本代表選手として、男子マラソンに出場し優勝した際に、日本統治下の形状、現在のソウルで創刊された東亜日報は、日照旗を黒く塗りつぶした写真を掲載して、それを報じ11ヶ月の定刊処分を受けた。1945年、昭和20年、連合国軍総司令部、GHQ、スキャップの司令により、日照旗の掲揚が原則禁止された。この間、 小戦記としては国際信号機の E いに基づいた旗が代用された。祝日に限定した特例としての日照記、形容許可を経て、1949年、昭和24年1月1日にマッカーサーは日本の国旗の使用を自由とする胸の声明を発表。これより正式に日照記の自由形容が認められるようになった。 第二次世界大戦後から1999年、平成11年の国旗及び国家に関する法律、国旗国家法制定までの間、反、日の丸を主張する勢力、日本教職員組合、日本共産党などの革新勢力は、日正旗の国旗としての法的正当性に疑義を唱えてきた。これに対し、日章旗を国旗と認める勢力、自民党、日本会議などの保守派は、 日章旗が日本国旗であることは一種の慣習法と考えられることなどを主張。その根拠として、前出の商戦規則、体操中の国旗形容型の他にも、複数の法令の条文中に国旗の文字が使用され、日国旗が存在することが当然の前提とされていることを挙げていた。国旗国家法制定前の法律で日本国旗を意味する。 国旗の文字を含んでいた事例は次の通り、当該条文は後に、部分的に、文言改正されたものもあるがここでは発生定時の、ものを掲載。国会の審議を経ない、命令、政令以下での使用例は省略。旧自体審議時間。平成初期から、学校の入学式、卒業式における、日照期形容に関わる問題が頻発、形容に反発する。 日本教職員組合、通称、日教祖、全日本教職員組合所属教職員と、管理職教職員のトラブルから高校長に自殺者が、出るに至った。背景には教育現場における日の丸形容と、君が予性省に対する反対運動があった。このことに対処するため、1999年、平成11年には国旗及び国家に関する法律、国旗下法が交付され、 正式に国旗として定められた。なお、天皇の法御による体操、一般でいう葬儀時の形容方法は、体操中の国旗敬揚方、1912年、大正元年閣令第1号に定められている。国旗国家法成立後も一部の教育現場において、国旗敬揚に対する賛成派と反対派の対立が続いた。このため、2006年、 平成18年10月31日には、衆議院の教育基本法に関する特別、委員会において、自党の稲田智美議員から、学習指導要領の国旗、国家条項に則っ,って教職員には、入学式、卒業式において国旗に向かって起立し国家を、成唱する、職務上の義務があるかどうかとの質問が出された。この質問に対して第一次、安倍内閣、 安倍晋三首相の伊吹文明文科大臣と民主党の藤村治議員の両名とも教職員にはその義務があると答弁している。国旗国家法の本則における日照記の正式は、縦横比を2対3、旗の中心、対角線の交点を中心とし、縦の長さの5分の3を直径、縦を2とした場合 R イコール0.6とした円、日照、日輪を描き、白字に、 紅色の日照とするのが正式である。なお、日照の色に定められている、紅色は、ジス汎用式名としては、マンセル色体系で 3R4、14であるが、より名色に見える朱色系の金赤、同級 r 5 5 14が使われることも、実際には多い。長らく観光、商船規則で定められた正式として、重央費を7対10とし、 日照旗の中心より、旗竿側に百分の一近づけた点を中心として描くものが使用されてきたため、国旗国家法の附則第三項で、当分の間この正式も用いることができる、旨の特例が定められている。両者の重要比を最小公倍数に換算すると、本則十四対二十一、特例十四対二十となり、本則の方がやや横長、あるいは、 特例の方が縦長となる。この違いを取り上げる意見には、日照と白地のバランスとしては、特例の方が安定している、風にはためく時の見栄えは、日照が旗竿に寄っている方が美しい、とするものもある。なお、1998年、平成10年の長野五輪では、円の直径が、縦の二、三、本来は三、五の日の丸を掲げた。この比率は1962年、 昭和37年の日本宣伝美術会展での永井和正他2名による提案でもったが、1964年、昭和39年の東京五輪では採用が見送られた、2020年の東京五輪では1999年、平成11年に法制化された3、5を使用予定。大日本帝国の国軍及び 天皇の軍隊として県軍された日本軍、陸海軍の軍旗として、帝国陸軍は1870年6月13日、明治3年5月15日の明治3年大上官、布告第355号とにおいて、日照旗とは別に、陸軍を国旗として16条の交戦、16条曲日機を放つ図案を一生とする旗、曲日機、日照が旗の中央、 日本史上初めて公案、採用、制定した。1879年、明治12年大上官布告第1 3 5号において、この陸軍五国旗は、朝日の衣装はほぼそのままに、寸法を小さくし房をつけたものに変更され、名称を軍旗とし改めて制定された。他方、帝国海軍については、1870年10月27日、 明治3年10月3日制定の大上官布告、海軍五気象国気象並み初気象をテーム、明治3年大上官布告第651号において、官備用の海軍五国旗及び、選手気象として、白根の暮れない日照が定められ、幕末以来の単純な日の丸が使用されていた。しかし、帝国陸軍より19年後の1889年に、 明治二十二年直霊第百十一号において、帝国陸軍の軍機である、朝日旗を模倣する形で、日照位置が異なる十六条曲日旗、日照が旗の左辺よりを、軍艦旗として、また艦首旗として、日照機を制定し直した。ポツダム宣言受諾による、日本軍の解体により軍機及び軍艦機は廃止されたが、 自衛隊の設立に伴い陸上自衛隊は帝国陸軍の軍機とは異常を一部変更した八条旭実機を自衛隊機として海上自衛隊は帝国海軍と同一異常の自衛艦機を1954年昭和29年にそれぞれ制定した自衛隊機及び自衛艦機は自衛隊法施行令、昭和29年政令第179号の別表第1で規定されている なお、自衛隊の航空機等に記されている国籍マークは、旧日本軍時代と同様の白の縁取りが施された、日の丸が使用されていた、旧日本軍時代は、白の縁取りがない場合もあったが、近年停止人定とステルス性のため F-35 では、赤丸や白の縁取り以外の国籍マークが行われるようになってきた。また自衛隊の戦闘服でも、近年停止認定のため、 赤丸や白の縁取り以外の国籍マークが取り付けられるようになってきた。青は海、空、白は陸で、石鹸に税関があることを表している。1892年、明治25年に制定。アンツソビコの著作、国旗の歴史に、明治時代にイギリス、またはフランス、オランダが日の丸の衣装を買い取ろうとしたという記述がある。また、 この日の丸買収の話は、井本俊二の著作、国旗日の丸では、1874年、明治7年の春頃に、イギリスが買収、当時の500万円を申し出て、寺島宗則外務卿を相手に交渉したとしていい。ただしこの説は、吹浦忠正が著書、日の丸を科学するの中で、真偽は不明とはいえ、私は、 単なるジョーク内誌が愛好事例上のものではなかったのではないかとほとんど無視することにしていると結論づけている。フィールドが無地であり、無地の縁のみがチャージされた旗を掲載。日の丸は国旗国家法によって公式に国旗とされている。法制定以前にも1974年昭和49年12月に実施された内閣府。 政府広報室の世論調査において対象者の84.1%が日の丸は日本の国旗、国の旗としてふさわしいと回答する一方でふさわしくないと回答したのは8.9%だった。テレビ朝日が1999年7月に行った世論調査でも日照旗を日本の国旗とすることに賛成は83%、反対は8%だった。 第二次世界大戦後、祝祭日や国際試合などでは、積極的に形容されている。沖縄県において、日照期は1945年、昭和20年の沖縄戦から1972年、昭和47年5月15日の沖縄返還までのアメリカ軍統治時代には、多くの住民の間で、本土復帰を求める象徴であり、各家庭では日の丸を大切に所持していた。 サッカーやバレーボールの国際試合において日照期をモチーフとしたフェースペインティングも2002年、平成14年の FIFA フフワールドカップこれを境に一般化している。なお、天皇誕生日などの一般参画での国旗は皇居外縁周辺で配布されているが、これは社団法人国旗協会の皇居参画協力委員会で提供しており、区内庁は無関係である。 委員会の構成委員は、神社本庁や仏書五年会教団などの保守団体である。国旗敬容は祝日に限られ、振替休日、国民の休日には敬容、または表記しないことが多い。振替休日、国民の休日は、祝日とは異なり、暦上の日取り以外に、休日の祝う意味合いがないためと思えれる。主に教育会、 日本教職員組合、全日本教職員組合や左翼活動家によって国旗形容が強制されているとする認識により、現在も日照旗に対する議論や批判が見られる。過去にはなどでも国家、君が用とともに日照旗を国旗とすることに対して否定的な記事や当初が掲載されたことがあった。また、日本社会党、日本共産党、新社会党、公明党、 日本教職員組合、全日本教職員組合、総科学会などが日照期への批判を行うなど、日照期への反発が存在していた。アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中華人民共和国、大韓民国などは、公然と形容されているもしくは、公衆の場での国旗の祭壇や、焼却などの国旗、国商を冒徳する行為には刑罰を規定している。このうちアメリカ、 イタリア、大韓民国は、あらゆるまでの国旗の損壊に対して、罰則を設けている。ただし、アメリカでは、において、自国国旗を燃やした、活動家、に対しアメリカ合衆憲法修正第1一条、言論の自由により、無罪とする判決が出ている。日本では、自国の国旗、国章を損壊することを処罰する法律はない。外国の国旗、国章の損壊に関しては、 外国国省村壊在で規定している外国国省村壊在は外国の在日大使館など公的な国省村会にしか運用されていない。詳しくは外国国省村壊在を参照。第45回衆議院議員総選挙における2009年平成21年8月8日に鹿児島県霧島市で行われた民主党皆吉稲し候補の集会で 国旗2枚を裁断して支持者が作成したとされる、陶器を壇上に形をした。8月18日、皆吉は衆議院議員総選挙出人式で、国旗の使用方法としては、不適切で深くお詫びすると謝罪した。同日、民主党幹事長、当時、岡田克也が皆吉を口頭注意した。皆吉の講演会は、党本部や県連及び支援団体に、 国旗の尊厳を貶める意図は全くなく主催者の不手際が原因と謝罪する文書を送付した。詳しくは民主党日本1998の2016国旗切り張り問題を参照。この問題を受けて百地省日本大学教授は民主党の行為を批判しつつ国旗への侮辱行為に刑事罰が課されない日本が世界的に異常とし、 国旗に対する敬意は教育で教えることが最も良いが、日本の国旗に反対する日本教職員組合が力を持つ、教育界ではそれも難しく、法で定める必要もあるのではないかと指摘した。バングラデシュの国旗は、日本の国旗のデザインが参考にされている。初代首相、シェイク・ムジブル・ラフマンが国旗を決める際に、吹浦・忠正、精神女子大学講師、 ユーラシア21研究所理事長。初代バングラデシュ日本人会会長は意見を求められており、日本の国旗の意味について解説している。吹浦はバングラデシュ独立戦争時に国際、赤十字の仕事で現地に滞在していた。初代バングラデシュ大統領ムジブル・ラフマンの娘のシェイク・ハシナ首相は、父は日本の日の丸を参考にした。と述べた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。